です。お疲れ様です。です。こんばんは。8-0 で勝ってる。いや、今めっちゃ通知、坂倉選手のホームランから始まって菊池から待って、自分で来てる。菊池のホームラン、浩介、坂倉、秋山、坂倉がまたすごい。今はデビッドソン、野球がすごい、カープがす強い強い。6月お疲れ様でした。お疲れ様でした。そっちも雨降ってる。広島ですか。こんばんは。それそしたらここでペッパーミルしとこう。ペッパーミルね、懐かしい。先にこっちで配信してみて。そう、まつげ上げてみる。え、今日雨すごかった。レッスンがあったんですよ。それでさ、あのレッスンまで行くのにもう靴を絶対濡れ、靴が濡れたくなくて、靴を絶対に濡らしたくなくて、サンダルで行ったんですよ。びしょびしょになりながら。明日遠征予定。今朝ぶりです。そうじゃ、今朝もショールームしたんよ。次で変わりました。こんばんは。変わりました。今朝が見逃してしもうた。大丈夫ですよ。やべ、なんかまつげが目につきそうで怖い。じゃん、今日のメイクはこんな感じで、もパジャマやし。変わりました。こんばんは。初めての配信時期ってちょっと気合入れて、変わらない、変わる、いつもと。そう、ユミコと、あの7月22日ユミコとスイパラで店員さん、店長さん、ユミコカーで東京の上野のスイパラで店員さん、あ店長さん、店員さん、店員さんをすることになりました。店員さん、店長さんのイントネーションで店員さんって言っちゃったんやけど。こんばんは。ウェイトレス何じゃない。こんばんは。お母が持ってきてくれるの、え、そんな感じなんじゃない。え、なんかまだ分かってないんだけど、多分そんな感じになるんやと思う。東京の上野のスイパラでユミコと二人で、お、申し込んだ。もう時間がね、決まっとるはずよ。ちょっと待って調べてみる。萌えもん、萌えもんキュン萌え萌えキュン、ちょっと待って
萌え萌えキュン、ここはフロートこぼさんでね、こぼさん、あ、7月22日、あ、ね、あ、申し込み期間が発表されてるけど、あの時間とかは何にも出てない。イベントは1時間、1時間を予定してるそうです。こんばんは。やばい、なんかさ、あのアイスボックスの店員もしてみたかったけさ、当たり、こんばんは。貸し切りなんか、え、どうなんじゃろうね、予約受付してただけなんかな。はじめまして、こんばんは。あ、アルバイト、うわ、え、待って、人生経験じゃん、もう解雇から人生経験を積む日。こんばんは。広島でもやってほしい。ね、私東京ないね。メイド服、いや、メイド服なの、分からん。スイパラの人ってメイド服なんですか。スイパライベント申し込みました、ありがとう。いや、メイドとかも聞いてないけど、こんばんは。おめでとう言ってもらいたい。スイパラの日ですか。広島だったらね、あのスイパラの場所めっちゃ分かっとるんじゃけどね、あの東京だったら分かっ、あんまり、上野のってあのどこにあるんやろ、スイパラ分かってないんやね。8時半からの TikTok ライブは何か話すテーマとかあります。え、全然ない。そう、今日の8時半から TikTok ライブをします。東京駅から北に行くと上野ですか。それも、ま、あんま分かってないよね。お母ちゃん声がしんちゃん、あ、声がかわいいから。声優はどう、え、声優ですか。え、なんかさ、声優ってさ、じゃけ、例えばさ、まあ、これがキャラクターだとするやん、これがキャラクターで、こう、私がこうってこんにちはみたいなことですよね。はあ、息ができない、いや、できる、はあはあ、僕の生みの親は中村舞って言うんだけどさ、はあ、みたいなことでしょ。でけ、わ、消えかけてる、また消えかけてる、消えかけてる、書いてあげなきゃ、待って、消えかけてる、かわいそうに。定期的にね、上書きしてあげんと消えちゃうんですよね。なんかちょっとずつ表情変わりよる気がする。復活しました。
で、この鏡をさ、鏡が壊れてさ、自分で直したらさ、付けか間違えてさ、まあいいんだけどさ。折りたためなくなっちゃった。今度お好み焼き屋さんの店員をして、してみたい鉄板焼き屋さんの店員。シュール。声優って大変じゃないですか。だって声優のさ待って、これ言ったことあるっけ。そう、深夜にね、東京のテレビ番組を見てたんですよ。深夜ですよ。で見とったら、なんかまあ、あの声優さんが映像に合わせて音、あの音をなんかそのはめていくみたいな やつの特集みたいなの見たんですよ。そう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 、アテレコで。そうそう、なんかあの例えばもうなんか双子の姉妹がいて、でそのお姉ちゃんがなんかその何か、なんか我慢しなさいか分からんけど、なんか言ってから爪を剥がすんですよ、妹の。でそれでギャーみたいな感じのね、なんかギャーなんかみたいな、うわーみたいな感じの、そういう感じのね、なんかそのアフレコをしていくん、アテレコをしていくんやけど、いやもうそれがさ、深夜に見たのが衝撃的すぎてさ、いや全然なんか、いや覚えてないけども、いや覚えてるか、いやもう見てたらもうこうなるよ、もうやばい、 見られれん、目が線になる。いや痛いよ、想像しただけで。でもあれでしょ、なんかどんな状況、なんかそのそれはまああの拷問中のアニメじゃないですか。あとはなんか教室で急に吐くみたいな、吐くみたいな、そういうすごいシチュエーション。吐くっていうか、なんか吐くそのおえおえみたいなやつのも自分でアテレコする声優さんの、そういう番組なんやけど、いやなんかね、どういう設定なん、そうもうね頭から離れんのんだけども、その人たちの声はあんまりもうな、声を聞く、こうそのいろんな声優さんが演じる人によってこんなに変わりますよとか、なんか先生からアドバイスして、他はもっとこうした方がいいとか、そういうのをね、なんかこう、なんかこうそういうところ見る、何とこだったんですけど、なんかその全然それが入ってこなくて、もう映像がなんか強烈すぎて、できそう、いやできんそう、できなさそう、もう映像が刺激的そうない、なんか迷惑する、筋トレみたいになってる、うん、ウケる、今のベイマックスおもろかったよ、形が。そう、そうすごい、うん、そうなるでした。笑顔ですよ。そう、そう脳裏に焼き付く感じのあれでした。ハローハロー、今日のメイクはですね、一つのアイシャドウで、あの、あ、めっちゃ可愛いのギフトありがとう。
一つのアイシャドウでメイクしたので、サードレッスン今日はもう終わりました。全然参加できそうでよ。おめでとうございます。こんばんは。さっきまでさ、推しの子見とったんよ。ぜひ頭から推しの子が離れ、あの推しの子の歌が離れ。ちょっとさ、怖いんよ推しの子のアイドルのあの推しの子が。そう、ジップの時にいつもなんかビルボードランキングみたいな。あ、 TikTok で推しの子コメントありました。そういうコメント、誰も神を奪われてく、君は関係究極の愛と金輪際現れない、一番失われ変わり、あーあーあななななな、トゥルトゥ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 。 TikTok でアイドル踊るか、覚えなきゃ。2種類ダンスがあるんですよ。こんばんは。何か足りない感じがする。チークじゃん。最近はずっとチークにハマってるんですよ私。いや待って、めっちゃ推しの子の本当に歌が頭から。え、みんな見とる？アイドルって歌は知っとる？何食べ、トウモロコシ食べた。え、結構塗ったつもりなんやけど。え、全然チークが分からんね。まあいいわ、曲だけ、曲が頭から離れん。こんばんは。漫画読んで、私も漫画読んどるよ。フィクションのアイドルよりカイコカを見てる方がおもろい。え、なんか何何何、なんかすごい、なんか、あ、いや、あの、なんとも思ってないように、なんとも思ってないコメントだったらごめんね。なんかすごい、すごい、なんか面白かった。フィクションよりリアルで。みたいな感じで。いや、酔ってないですよ。いや、酔ってないですよ、全然私。でも面白い。私にとったら面白い。え、何が面白い？いろんなお仕事してる姿が面白いです。でもこれも面白いですか、この配信も。だってね、だってね、私めっちゃ重いよ。なんか推しっていうか、推し、まあ、好きな子がなんかこうリアルで今配信するじゃん。これこう生でさ、私がさ、もうこうやってやったら、はっ、まあここにはおらんけど、まあ、画面で見とるけど、あ、コカは今こうやってやったんだって、同じ時間に、同じ時間に起きて、同じ時間にコカがなんかこうやってやってるのちょうど見て、わかる。ちょっと言葉が足りんわ、ちょっと難しい。そう、コメント読まれ、そう、なんか同じ時間に、ま、リアルタイムで、まあこれが海外で見てくれとったらハロー、アニョン、テレマカシー。いや、そう、
同じ時をこう生きてる中でもこれ見てるじゃないですか私と。え、なんて言ったらいいんだろうね、これ難しい。え、それってすごくないって。そう、なんか、え、すごくない、分からんけど、ま、1日の中、ま、1日24時間あるじゃないですか。その中のま、この部分は見れてる。なんて言ったらいいんだろうな、これ難しいね。哲学的な感じになったらどんどん同じ屋根の下で、いや同じ屋根の下ではないけどね。え、すごいことよね。いや自画自賛、いや自画自賛っていうわけじゃなくて、なんか、あ、そう捉えられるのか。え、そう捉えられてるの。え、なんかなんていうの、私もなんか飛行、そう同じ時間を共有してるのが、なんか自画自賛とは違うんですよね。なんか伝わる？え、なんか伝わってるかな？わかる？すごいテクノロジー、すごいテクノロジー。いや、さ、なんか、うん、同じ時間をこう見てて、こう誰かと、まあ、これがアイドルじゃなく、そう、自画自賛とは思わん、うん、と思うんだけど、なんかそのね、同じこう、まあ、これライブじゃないですか、生で起きてることがこう伝わって、あ、届いてってやってるのがなんかすごいなと思って。やばい、 TikTok の準備ですか？TikTok の心の準備ですか？大丈夫じゃない。今日はこのあと TikTok ライブをするんですよ。初めての、まだ本物のカイコカを観察したことないので、本当にカイコカが存在してるのかわからない。え、そうよ、それがさ面白いよね。なんか私も思う、もしこのまま一生会わなかったら、ライブとかでお話し会とか会わんかったらさ、 AI だとしても、これ前話したことあるよね、 AI だとしてもいいもんね。だってなんか、なんて言ったらいい、 AI がここにおってしゃやっとったとしても変わらんもんね。でも実際に会っとるけどね、会っとる人もおるけどね、本当に存在してますよ。そうなんですよ。本物はいいですか？ TikTok で、ね、新しい世界に。ショールームのコメントが全部 AI だったら怖い。いや AI じゃないでしょ。 AI じゃないよね。こんばんは。人間味を感じさせて、みんなコメントでコメントで人間味を感じさせてください。皆さん、待って、 TikTok 一応開いて、一応開いた。いや、AI じゃないですよ。AI じゃコメント。僕らは AI かもしれないし、AI じゃないのかもしれないよ。やめてよ。あ、そろそろ TikTok ライブですね。30分から TikTok ライブするんですけど。そうですよ。もうすぐですよ。ちょっと、そろそろランキング読む。こんばん、間に合った？カープやばい。え、点数いっぱい入ってやばいってことですか？ TikTok ライブですぐ会えます。会いましょう。ちょっとランキング読んでみます。13位ヘドウィク、12位コーマ、11位青のり、
10位662BPM、 9位コニョ、8位モックン、7位、バオバブ、6位電気ビリビリ、5位ナッシー、4位スバル、3位サージカル、2位ライトニング、1位は山猫坊主。ありがとうございます。 AI じゃない皆さん、 AI じゃないカイコカーです。ありがとうございます。ショールームの配信、そう、この後は TikTok ライブをします。もうこんな感じなんだろうな。じゃあねー、バイバーイ。 TikTok で会おう。